はい、こんにちは。こんにちは。はい、お名前は。高潔千春と言います。お、千春さん。はい。え、千春さん、だいぶ顔赤いですよそうですかね、いつも赤い。あ、いつもいつものことで。いつものことなんで。あ、わかりました。あとなんか葉っぱみたいのがありますけどあ、それはまあちょっと、うん、紙ですかこれ。プロテクトしてくれ。プロテクト紙っぽい存在です。あ、わかりました。出身地は。出身地は岐阜県岐阜市です。お、岐阜県岐阜市。はい。おすすめは。おすすめはやっぱ自然ですかね、うん、自然ね。山と川とありますね。ありますね、自然豊かな、はい。あとは下呂温泉が有名です。下呂温泉すごい有名だね。有名です。観光客めちゃくちゃ来るでしょう。来ます ね, ね。結構全国から。すっげー。じゃあ、日本文化について教えてください。日本文化は、私はカフェが好きなので、うん、カフェについて紹介したいと思います。お、カフェ、はい。日本には小さいローカルカフェがたくさんあって、うんうん、地元のなんか食品とかを使ったローカルカフェが多いです、うん、最近では猫カフェや猿カフェ、うん、犬カフェなど、うん、その動物と一緒に入れたり、カフェの中に動物がいたりとか。お、猿カフェ、熊カフェになるとさすがに持ってこれないのでなんか写真とかぬいぐるみがカフェの中に置いてあったりとか、お皿が、あ、なんか料理が、うん、その動物の形で出てきたりして面白いです。へえ、食べるの好きだもんねはい、ご存知の通り食べるのも作るのも大好きです。 OK です。ありがとうございます。